どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールダークウォー。今まで、東京グールのソシャゲ動画いっぱい上げてきましたけど、一番多く、聞くと言っても過言でもないのが、石の溜め方なんですよね。どうやって効率よく石溜めてますかみたいな。まあ、俺は課金なんだけど、やっぱり、このゲームで無料でもらえる石、まあ、ミッションとか、いろいろあると思いますけど、そこで、どれだけ効率よく稼げるかとか、こんな稼ぎ方法があるよっていうのをこのゲームでも紹介します。で、このゲーム、海外のゲームなんで、まあみんなわからないと思うのね。基本的に全部英語だから。で、俺も熟知してるわけじゃないけど、とりあえずこれは毎日こなそうっていうのを、まあ石の貯め方もそうだけど、素材とかログインボーナスとか、デイリークエストとか、まあその他いろいろ全部含めて、毎日これは頑張ろうぜっていうのを今回は紹介していく。で、まずこのゲームリセットされるのが、日本時間でいう午後4時なんですよね。16時。なんで、まずログインして、このオンラインリワードってやつ。これはですね、このゲームにログインしてる合計の時間でどんどんこの、なんていうの、プレゼントボックスが空いていく仕様なんですけど、最終の2時間で、石が30個もらえるんですよ。まあ、たかが30個って思うかもしれないんですけど、これ毎日配られると結構な、なんていうんだろうな、数になっていくんで、これは必ず、回収するようにしましょう。で、まあ、きついんだよね、2時間っていうのは。僕、これ今 iPad でやってるんで、もう仕事から帰ってきたら基本的にこのゲームつけっぱなしなんですよ。机の上で。ずっと。なんで、2時間ってもう気づいたら空いてるんですけど、まあこれ1個上げてみようか。まあこんな感じでね。一番最後は石で、それまでがずっとこのお金とか。石あったかな？この1個目2個目もう開けちゃってるんで覚えてないんですけど、まあとりあえず石とか素材が美味しいよっていうことで、これは必ず取るようにしましょう。ログインしておくだけで、取れるんで。で、次ですね。このアニバーサリー。こちらもログインボーナスみたいなもんです。もう回収済みなんですけど、今週のね、ログインボーナスが、めちゃくちゃ豪華で、またあれですね、このカメラティブログインっていう、俺が一番最初に、この、なんて言うんだろうな、ダークを始めた時に、今なら SSR が無料のもらえるぜって紹介した動画、イグザリマと交換したやつね、上げてると思うんだけど、また始まったのよ。SSR が無料でもらえるログインボーナスが。見てこれ。この、はい。赤い箱80個もらえるやつ、また復活しました。で、昨日からかな。5月29日、昨日ですね。昨日から始まったんで、またダークウォーを始めるタイミングです、今が。はい。まあ前回もらえなかった方はですね、また作ってみて、アカウントを。またここでね、もらってください。右を選ぶとグールで、左を選ぶと操作官だったんですね。多分それは変わってないと思うけど、まあ僕は今回ノロを交換しましたね。まあノロが強いよって前の、まあ前回ぐらいの動画で、紹介したと思うんで、僕はアタッカーのノロを交換しました。おすすめはイグザアリマとか、まあ自分が好きなの交換したらいいと思いますけど、僕は今回グール側を選んでノロを交換しました。なんでこのログインボーナス、アニバーサリーのログインボーナスもちゃんと回収するようにしましょう。で、次はですね、はい。このルーレットみたいなやつ。前はムカデが入ってるラッキーホイールってやつ僕動画しましたよね。20連ぐらいやったのかな、あれは。あれも前始まってたんですけど、とりあえずあれ一回終わって、今回はこのダイヤ70個で回せるやつなんですけど、これも毎日、無料で一回回せるんで、これも確実に回すようにしましょう。で、はい、次ですね。デイリークエスト。こちらもですね、全部クリアすると、一番最後の箱でダイヤが100個もらえる仕様になってます。ポイントは110必要ですね。まあこれは下のいっぱいあるデイリークエストクリアするとどんどんポイントが溜まっていって、今僕65なんですけど、110ポイント貯めると最後のボックスが開いてダイヤが100個手に入ると。で、中間のとこで50個で、これ一番最初が多分30個だったと思うんで、デイリーでは180個溜まって1週間全部消化し続けると10001260個かな、溜まるということで、これもクリアするように、絶対デイリークエストはクリアするようにしましょう。もう2時間ログインボーナスも最悪できなくてもいいけど、デイリークエストだけはするようにしましょう。まあ、いっぱいやることあるけどね、デイリークエストは。で、次だな。どうしようかな。まあ、一番重要なのは一番最後に持っておこうか。で、次、イベントですね。イベントのデイリーイベントも絶対これ毎日やりましょう。育成には欠かせないです。で、そうだな。どうしようかな。まあ、これ、この、なんて言うんだろうな。派遣みたいな感じなんですよ。キャラをその区域に派遣して、素材を取ってきてもらうみたいな。で、今僕3つ区域に派遣してますけど、
このファイティングってやつね。この3つ、左3つ派遣してますけど、最初2つしかないんですよ。で、1個開けるのに確か500ダイヤぐらいかかるのかな。で、まあもったいないかなと思うかもしれないですけど、装備を強化してくれる、なんて言うんだろう、こう液体みたいなボトルに入ったやつとかもすごいいっぱい取ってきてくれるんで、まあ、後々、あ、しかもね、ダイヤも、まあ、2桁とか取ってくることは多分、なかなかないというか、なかったような気がする。ダイヤも取ってくるんで、まあ、後々長くこのゲームを続けていくには、長い目で見ると、まあ、500個使って1個区域を解放しとった方がいいよねっていうことで、僕は1個解放しました。はい。ということで、これも、まあ、皆さん次第ですけど、毎日ね、これ4時間でリセットされるんで、毎回毎回回収するようにしましょう。めちゃめちゃ美味しいです、ここの、フィーリンググラウンドっていうとこは。でですね、まあ、石を貯めるにあたって、この、コクリア、のショップなんですけど、こうずっとクリアしてスターを集めていくとですね、こんな感じでダイヤモンド、が300個手に入る、コイン500個で手に入るよって書いてるけど、スターの数は210個必要ですね。僕はですね、コクリア結構負けたりギリギリで勝ったりしてるんで、今まで星3を全部回収しきれてないんですね。だから、なんて言うんだろうな、効率よく、キャラの育成に合わせてね、コクリアは登った方がいいんですけど、僕登りたがりなんで、もうガンガンミッションとか達成せずにですね、ガンガン登って、見てこれ、3個中さ、ステージ10なんて、3個星があるのに1個しか取ってないとか、これめちゃくちゃもったいないんですよね。まあこんな感じで、ショップの、ここの一番下にね、ダイヤを回収できる、ミッションというか、ショップも空いてますよ、ということで、ここでもダイヤを回収できます。はい。まあ、こんなとこかな。で、はい、今から言うことが一番重要です。マジでこれが一番伝えたいことなんですけど、アリーナですね。まあ、ゲーム始めたての人は、こっちの左のアリーナでも石は回収、戦うたびに石はもらえるんですけど、俺が言いたいのはこの右の、店長が映ってるフィーディンググラウンドバトルってやつ。これを、もう、早く解放してください。はい。もう今、このゲームやってる人は、早くこのフィーディンググラウンドバトルっていうモードを解放してください。で、これを解放できるのが52レベルまでランクを上げないといけないんですけど、僕は今58ですけど、結構ね、きついんですよ。50超えたあたりから、まあ、ランクの上がりが遅くなって、きついんですけど、とりあえずこのフィーディンググラウンドバトルを開けてください。で、開けるとですね、まあ、どういうモードかっていうと、自分の手持ちのキャラ、いっぱい持ってると思うんですけど、6×3 チーム、なんで、計最大18人で戦う、3ウェーブに分けてのバトルなんですよね。3試合に分けての。で、まあ、先に3チームあって、2チームで勝てばいいんですよ。2チームで勝てば、その試合は勝ちで、どんどんランクが上がっていくんですけど、僕のランクが今、8015っていうランクなんですよね。で、最初めちゃくちゃもう1万とか2万ぐらいから始まるのかな。で、どんどん勝っていくと、勝つたびにめちゃめちゃ石がもらえるの。もうめちゃめちゃ石がもらえる。本当に150個とか200個とか、もうガンガンもらって、気づいたらメールボックスが石でいっぱいになってんの。うん。で、俺、こう、もう、ほんと、1週間前まで、石の数なんて1000とか2000とかだったんだけど、気づいたらなんか4000増えて、今、6265あって、元はね、平子さんがショップに、並んでたんですよ。ご突できる平子さん、この篠原ね、新田プロトの篠原みたいに、平子さんが4500で、今週は並んでて、平子さんの横にね、次は8000でノロとタタラをごとつできる、8000個で交換できるショップがあったんで、そっちを交換しようと思ったら間に合わなかったですね。間に合わなかったんですよ。はい。ということで今ショップ何もないんですけど、なんでね、ちょっとね、VIP を回すか、すごい迷ってるんですよ。あのショップが今後すぐ出てくるとも限らないし、まあ、ガシャ回したい欲もあるんで、この6265っていうダイヤをどこに回すかちょっともう考え中なんですけど、とりあえずこのフィーディンググラウンドバトルってやつを開けてもらって、勝ってください。はい。いっぱいバトルをして、勝つとその度に石がもらえるよっていうことを教えたかったです。僕はもう海外勢もとりあえずフィーディンググラウンドバトルをやれと。ランクを上げろと。で、まあ、それだけじゃないです。石がもらえるのはもうおまけじゃないけど、まあ、50% ぐらい。嬉しさとしては 50% ぐらい。僕は、もう一つ要素があって、このモードの。タイムボーナスっていう字見えますかね？この、リワーズ金のさ、バッジみたいなとこ。今、25% アワーって書いてるけど、これ、1時間で25個、なんていうの、エンブレムみたいなのもらえるんですよ。その、称号みたいなのがね。もらえて、それを貯めると、このショップっていうとこ。ショップっていうとこで、800
600個で、見てください、これ。タタラと、イグザアリマと、フクロウ店長と、ムカデカネキ、800個で5ピース交換できるんですよ。で、キャラを解放するには、80ピース必要なのね、SSR は。ってことは、16回交換すれば、こいつら、もらえるんすよ。キャラが。ガシャ回さずとも。16回ってことはね、16日ですよ。これ1日1回ショップがリセットされるんで、毎日毎日、ピースを回収できれば、最短で、16日で、交換できることになります。それが可能なのかどうかは、わかりませんけど、まあ、1時間ね、25ピースしかもらえないんですよ。今の僕では。これね、上がると思う。うん。多分、上がるよね。ランク上げれば上がるのかな。それとも勝つたびにリワーズもらえたかどうかちょっと忘れたんですけど、勝つたびに石がもらえて、しかもこのリワーズっていうのも放置しても勝手に入ってくるから、勝手に自分のところにこの、なんて言うんだろうな、リワーズ、エンブレムみたいな、ショップで交換できるアイテムが、勝手に1時間ごとにボコボコボコ入ってくるから、このムカデカネキのね、ピースを5ピースずつ交換してれば、毎日交換すれば16日でムカデカネキは手に入りますよと。で、ムカデカネキを育成して、星の数を上げたり、スキルを上げるのにもピースは使えますけど、このショップで交換できるぞということで、誰でもイグザアリマ、ディフェンス最強のイグザアリマ、じゃあみんな大好きムカデカネキ、取れますよということで、課金なんて必要ない、ガシャなんて回さなくても、52レベルまで上げてですね、このフィーリンググラウンドバトルを開放して、バトルしてれば、誰でもイグザアリマとムカデカネキを交換できますよということをですね、僕は教えたかったです。はい。素晴らしい、このモード、本当に。はい、ということで、分かっていただけましたでしょうか、このモードの素晴らしさ。はい、このゲームね、めちゃくちゃやること多いんですよ。うん。デイリー消化するのも、いっぱいミッションがあって、その度に経験値とか、このスキップのコーヒーとか、いろいろもらえるんですけど、素晴らしいね。本当に。やることがいっぱいあるゲームっていい。というか、スマホに、東京グルのゲームがあるっていう状況の素晴らしさをもう、今、再実感、再認識というか、なんか、ね、実感してるんだよね。インボケは11月に終わって、5月に入ってからダークを始めたけど、その空白の半年間、マジで虚無でしかなかったの。俺、スマホ、マジで、こんなね、12万も13万もするスマホ毎日持ってて、なんか、ゲーム一個もしないなっていうのも、もったいなかったんですよ。まあ、ダークをするのに、こんな、高価な iPhone 別に持たなくてもいいんですけど。まあ、でもね、やっぱスマホでずっと、東京グルのゲームができるっていう素晴らしさを、今一度、実感してますね、僕は。うん、面白くて、これ、ガチで毎日、家帰ってもずっと、机の端っこに iPad を置いて、これ起動させて、ずっと周回してます。はい、ということで。まあ、パーティー、ちょっと最後に、今、どんなキャラ持ってるか見せようか。今、こんな感じで、SSR も、ガンガン、SSR じゃない、SR もガンガン強化して、重造も星4にして、たりしてますね。ちなみにこのゲームすごいのが SR も SSR に進化するんですよ。ちょっとね、ほらこんな感じで SR のウィさんも、しかもイラストも変化するっていうね。イラストも変化するっていうね。このね、できないやつもあるんですけど、重造とかだったらこれストーリーとかを、進めると、ほら18の1のハードとかでこの素材が取れたりして、いずれね、今僕16とかだったかな、どっかか忘れたんですけど、16も行ってなかったっけ、あ、16だ、アクト16なんですけど、18まで行くと、この SSR、重造の SSR にできる素材が手に入る、マップが出たりしてですね、まあ、これからどんどんキャラが強くなって、さらにね、強くなって、イラストも変わって SSR になるぞということで、ワクワクが止まりませんね。かっこいい、この、ジェイソン持ってる戦闘服重造、マジでかっけえっすわ。こんな感じで、クゼンも変わったりしますね。素晴らしい。本当に素晴らしい、このゲーム。かっこいい。アモン堂島プラス。はい。ということで、まだまだやることがあるダークウォー。今後も、まあ、歩いてほしいけどね。まあ、それは難しいのかなと思ったりもしてます。まあ、やることがあるうちはガンガン動画上げていくんで、またよかったら見てください。ということで、今回は、東京グルダークを毎日必ずやるべきことと、効率のいいダイヤの稼ぎ方
プラス、まあ、僕が伝えたかったのは、無課金でも、あ、ちなみに僕無課金ですよ、このゲーム。無課金でも、誰でもイグザアリマ、ディフェンス最強のイグザアリマとみんな大好きムカデカネキが交換できるよということを伝えたかったという動画でした。はい、ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。